食べ物ちゃうこれ。クッパ。ママとパパがね好きなね。そう。クッパ。料理研究家。そう。リュウジさんのバズレシピ。これは虚無レシピやね。虚無。いやこれはこのクッパをママとパパ二人の時にお昼ご飯食べて。でもパパがもう好きすぎて、ぜひもう一回作ってくれたことで。クッパ、クッパ。何にもな、材料がない時でも美味しく食べれるっていう。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。あ、辛いで、ちなみに。え？辛い。タイちゃんこういう雑炊系あんま好きじゃないらしいねんけど。なんで辛いんですか？胡椒がめっちゃ入ってんね。美味しい。スープ。絶対うまいって大地、パパを信じてくれ。辛い。食べれる？食べれへん。嘘やん。あっか。今の熱そうやろ。今度食べてみて。辛い。どう大地は？辛い。熱い。味わからんかった。めっちゃ。でも米と食べたらいいかも。そう、米と食べて。ちょっと喉がイガイガする。どう？めっちゃ美味しいね、この料理さんのメニュー。パパこれ大好き。毎日これでもいける。いや、もうめっちゃ好き。お子ちゃまには早すぎたかな。あれ、それ暑さに負けてるな。氷とか入れてみる？ちょっと。いや、それは嫌。でも味が濃いから別にそんな入れても。一個？二個？二？バロ、いらん？いらん。おいしい。どう？うまいやろ。でも美味しい。美味しい？美味しい。めっちゃ熱い。サイチにはあれかな、熱すぎて味が入ってこんかったの。美味しいやろ。パパのおすすめ。オムライスの方がうまい。オムライスにこれかけたらさ、やだやだやだ。いやめっちゃもうお昼にさ、こう何にもないとき、今日も今お昼やけど、めっちゃいいよ。米あるやん、うん、これも米やで。ご飯とネギしか入ってない。おいしい。ぜひ食べてみてほしいわ、うん、みんなにも。ほんまにうまい。溶き卵とか入れてもおいしいかもね。あ、卵入れたの、うん、なんかアレンジいっぱいできそうや、うん、できそう。料理全然知らんけども、うん、卵入れたら子供食べやすいかも。ちょっとやっぱ氷氷入れたらぐらいかもよ。えじゃん、さっき入れたのにもうこんなちっちゃい。美味しいな。チーズも食べたいな。雑炊嫌いの大地が頬張ってるけど。どう？うまいやんな。美味しい。そう。あ、雑炊作ったら何が違うと思う？おかり？え？はい、味付け。味付けとあれ、これ。あ、スープもないやん。スープ入れる？あと。あれ、ネギ、うん、煮込んでないねん。うん、でに普通な、雑炊ってな、米入れご飯入れてからな炊くねんけどな、これは一切炊いてないの。だから熱い。うん、だからご飯の中がさ、ブヨブヨとかさしてない、サラサラやろ、ご飯が。え、全然これ。あ、それはちょっと残りご飯やから。